ダイエットを成功させる鍵はやはり目標設定だと思うんですよ。カロリー設定、目標設定をですね、現実的な範囲で行うようにしてみてください。皆さんこんにちは、大野久乃です。本日は30代のダイエットでリバウンドしやすいもの3つをお話ししていきたいと思います。オウンではダイエットにとって大切なのはカロリー収支と PFC だというふうに申し上げてるんですけれども、そういった基本をですねやらずにダイエットをやる上でちょっと失敗しやすい方法があるなと、トレーナーずっとやってて感じるので、それをちょっと皆さんにシェアしたいなと思います。こういうダイエットをしちゃあんまり良くないんだなというふうに思っていただけたらいいんじゃないかなと思いますので、ではまず1つ目、カロリー設定をしていない、もしくはカロリー設定が厳しいすぎるです。ダイエットを頑張ろうっていうふうに思う方が陥りがちなのが、とにかく食べないっていう発想なんですね。これはすごく多くの方そういうふうにする方見てきました。ただでさえダイエットをするって力がいる、エネルギーいるじゃないですか、頑張んなきゃいけないから。だから計画を立てるのがちょっとなんだか面倒くさくて、とにかく食べなければいいだろうとか、カロリー設定するにしてもすごく少ないカロリー、1000キロカロリー以下とか、そういった設定をしてしまうとうまくいきません。なんでかっていうと、食べないっていうのは比喩じゃなくて本当に全然食べない。食べるものはサラダとささみだけとか、夜はプロテインだけしか飲まないとか、とにかくカロリーが少ないダイエットをすると、それはでも痩せはします、もちろん食べないわけだから痩せはするんですけども、それをずっと続けるのがほぼほぼ不可能なんですよね。人間って空腹にはなかなか勝てないんですね。食べないことを我慢し続けるのって無理なんですよ。しかも健康面でも良くないですよね。 PFC バランスが悪ければホルモンのバランスが崩れるかもしれませんし、タンパク質が少なければカタボリックに陥りますよね。筋肉が減ってしまいます。ですからダイエットを成功させる鍵はやはり目標設定だと思うんですよ。カロリー設定をするっていうのもそうですし、体重を1ヶ月後にどれぐらい落ちてるようにするかっていう目標設定が重要だと思います。そういうあたりをきちんと踏まえずに、無理な目標設定、厳しすぎる食事管理をすることが失敗の原因じゃないかなと思います。そういう食事管理しちゃうと結構耐えられなくて、1週間に1回ぐらいドカ食いしちゃったりとかするんですね。それは悪循環じゃないですか。結局それだと痩せることはできないし、食べちゃったっていう自己嫌悪で自分を責めちゃったりしますよね。やっぱりそれは良くないです。サステナビリティが大事です。持続可能、マラソンのようにゆっくりでもいいから、ペースを乱さずに続けていくことが僕は一番大事だと思ってますので、カロリー設定、目標設定をですね現実的な範囲で行うようにしてみてください。2つ目は、食材の NG を設定しすぎるです。これは僕が思うことです。食材の NG を設定しすぎるっていうことはどういうことかっていうと、例えば砂糖を食べない、小麦粉は食べない、グルテンとか白砂糖ですね、そういったものは食べないとか、加工食品食べない、人工甘味料は取らないとかです。確かにそれらはもしかしたらダイエットにとってややマイナスな部分もあるかもしれないんですけど、砂糖、小麦粉、人工甘味料、添加物全部取らないって相当大変ですよね。そもそもコンビニ食品全部ダメじゃないですか。お菓子もダメですよね。砂糖ダメだから、プロテインもダメですね。なんでほぼほぼ無理なんですよ。そういう厳しすぎる方法を取ることによって食事の幅がとっても狭まってしまう。野菜とお肉と米しか食べれない。それで満足していける人だったらいいかもしれないんですけど、ほとんどの方は少々難しいんじゃないかなと思います。僕の考えだと、別に僕もコーラとか飲んでますし、減量中それでも皮つまめないぐらいのレベルまで絞れますので、別に大丈夫です。飲んでも少なくともダイエット的には。ですから人工甘味料、保存料、いろいろ言われたりするかもしれないし、気をつけたい方は気をつければいいんですけども、ちょっと甘く美味しく飲めるものをカロリー少なく食べれるっていうのはうまく使えば味方だと思いますので、それを取ることにあんまり罪悪感を持ったりしない方がいいんじゃないかなと思います。そういうぐらいで、ある程度はフレキシブルに使える食品は使うっていうような感じでやっていくのが僕はおすすめですね。人工甘味料を取るとより甘いものを食べたくなっちゃうみたいな話もあるんですけども、そういう風になっちゃう方は取らなくてもいいと思うんですけど、僕はそれを取ることによって満足して普通に過ごせてるので、だいぶ個人差があるかなと思います。僕は全然食べないよりかはちょっと使った方が好きですね。僕なんかは甘いものが欲しくなった時は、豆乳とか無脂肪牛乳とかをゼラチンや0キロカロリーの甘味料で固めたりして食べるっていうことをよくしてますね。ゼロカロリープリンみたいな感じで食べたりしています。めちゃくちゃ美味しいし、それで満足して減量頑張れてるんで、僕にとっては多分プラスに働けてるかなと思います。で、3つ目、脂質を制限しすぎるです。実はダイエットにとって脂質って敵だってイメージがあるじゃないですか。だって脂質は 1g 9キロカロリーもあると。炭水化物やタンパク質は 1g 4キロカロリーだから、同じ質量だったら脂質をいっぱい取っちゃうと食べられる量自体が減っちゃいますよね。だからダイエッターは脂質を減らしやすいんですね。カロリーを減らしていくために脂質を落としていくっていうのは大事なことなんですけど、落とせば落とすほどいいってものでもないです。我々は必須脂肪酸といって、体の中で合成できない取ることが必要な脂質もあるんです。ですから脂質を限りなくゼロにしてしまいますと、その必須脂肪酸が足りなくて体にとって不調が起きてきたりします。ホルモンに対する悪影響とか、体のいろんな機能に対する悪影響が起きたりします。ですので脂質はしっかり取ると。取りすぎちゃいけないけど、適度に取らなければいけないのです。
例えばオリーブオイルとかココナッツオイルとか MCT オイルとかナッツ類とか、そういった体に良い脂質は適量を摂ることによってダイエットにとっても健康にとってもプラスになりますから、脂質を制限しすぎないようにしてください。僕の場合はおやつにアーモンドとかくるみとかカシューナッツを手のひら半分ぐらい食べたりしてます。それにコーヒーと一緒に午後のおやつでポイポイ食べてツイッターとかして、すごいいい時間なんですねおすすめです。まあ我々筋肉界の人たちだと朝のコーヒーに MCT オイル入れたりだとか、朝の何かしらの食べ物にお肉とか卵とかに MCT オイルやココナッツオイルかけたりするのがわりかし流行ってますね。体にとって必要なものだと思って取るようにしてください。またオイルを何かにかけると満足感すごくありますからね。食べ応えがすごくあってコクが出るんでおすすめです。参考になりましたでしょうか。今日の動画はここまでになります。面白かった、ためになったと思われる方はチャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。運動、食事管理、睡眠を最大限に高めるオンアプリのダウンロードは概要欄からよろしくお願いします。次回の動画でまたお会いしましょう。さよなら。